はい、ルルカです。今回は netflix の広告付きプランが大幅に改善されて、かなり魅力的なプランになったので、ネットフリックス広告付きプランが元々はどのようなプランだったのか、そして大幅に改善されたのはどんな点なのか、ネットフリックスの新しい広告付きプランに関して解説していこうと思います。しっかりとね、広告付きプランを契約して試したので、その検証結果もね、紹介しますんで、よろしければ最後までご覧ください。ではネットフリックスのね、広告付きプランが元々どのようなプランだったのか、まあ、簡単にね、解説していこうと思うんですけど、まず 広告付ききププラランンは他のととと大きく違う点としてて当然ですがが動画を見ている CM 入りま,すまあ当たり前のことなんですけれど CM の配慮が一番気になると思いますが公式的には1時間に4分から5分の広告が入るとのことですただ実際の CM が入る量はこれれよりりもかなり少な少いいと言われています、まあ、実際にルルカに関しても改善される前の広告付きプランっていうのを契約したことがあるんですけどその際もね CM はかなり少なかったイメージがあります今回のね大幅改善後の具体的な CM が表示される頻度や CM の長さに関して 実際に契約してね試した際の検証結果のパートでね紹介しますんでちょっとねその辺に関してはお待ちくださいそしてその他にも広告付きプランではダウンロード機能が使えない倍速機能が使えない一部タイトルが視聴不可画質が 720pHD 画質ですねだったり1アカウントしか使えない、まあ、簡単に言うとベーシックプランの劣化版に当たるのが、まあ、広告付きねベーシックってプランでしたここで気になるのがね劣化して広告がつくことによっていくら安くなるのかっていうところだと思うんですけど値段的にはベーシックプランが990円で広告付き がになりますその差はわずか200円もちろんされど200円と思う方もいると思うんですが個人的には特に公式発表にはなかったんだけど倍速機能っていうのがねない時点で200円の差額では魅力を感じませんでしたでは肝心の新しくなった広告付きプランの大幅にね改善された点っていうのね解説していこうと思うんですけどまず広告付きプランのプラン名が変更されましたその名も広告付きスタンダードですもともとの広告付きのプランはベーシックプランの広告付きっていうね立ち位置だったので画質が 720pHD 画質で 赤でででししか見ることができませんでしたなんですけど名称変更にね伴って画質が 720pHD から 1080p のフル HD に最高画質がアップしましたそして1赤でしか視聴できなかったのが2赤まで同時視聴が可能になりましたスマホで見るのであれば正直ね、まあ、720pHD 画質で十分ですがパソコンやテレビで見る人も多い Netflix だとフル HD で見れるようになったのがかなりポイントが高いと思う方もいるんじゃないかなと思いますフル HD 画質プラス2赤で使えるようになってまさに名前の通りスタンダードプランの広告付きバージョンに になりましたしかも料金はそのままです以前は広告代わりとなしで200円しか差がらなかったので先ほども言った通り正直魅力を感じませんでしたがこれが1490円のスタンダードプランの使用に近づいたのであれば700円の差になりお得感が出たんじゃないかなと思いますそんなわけでネットフリックス大幅にねパワーアップした広告付きプランに興味が湧いたので実際にね契約のをしてみましたやっぱりね実際に試さないといろいろとわからないと思うんで契約してみたわけなんですけどネットフリックスの再契約ですが過去にね使っていたアカウントにログインすると簡単に再契約 すすることができます再契約の際に支払い方法の再確認が入るので支払い方法を買いたい場合はその際に、ね、変更することもできますそして実際に、ね、広告付きスタンダードを契約して映画やドラマを視聴してみましたにやかでね利用することができますので現在 PC のブラウザーで40時間と iPad でね20時間ほど Netflix のを楽しんでみました広告付きプランその結果なんですけれど広告付きプランにもかかわらず CM の数がやばかったです PC で40時間ほど視聴して CM が表示されたのはわずか6回のみです単純 計算だとと6時間以上ネットリックスを見ななないい cm が流れない計算になりますまあね正確に言うとってとこになるんだけど最初のの10 1時間は1回ししか cm が流れませんでしたその後15時間ほどで5回 CM のが流れましたそこから15時間ほど今ね CM が流れていない状態になっていますなんでまあタイミングによってねまあ最大でも15時間で5回出たタイミングだとまあ3時間に1回ぐらいね広告が出たという形になるんですけどかなり少ないんじゃないかなと思いますそして iPad ですが現時点では20時間程度の視聴で CM に関しては 脅威の0回とといいうことになっています最初のうちは PC のブラウザー環境だから CM が少ないのかなとも思いましたが iPad はさらに CM が出ませんでしたてかまあ0回なんでねまだその他の端末では試していないので他端末 Android などで視聴するとどうなるかまでは分かりませんが少なくても PC と iPad は心配になるレベルの CM の少なさです視聴している側からしたらめちゃくちゃねありがたいことだと思いますもちろん現時点での話になるので今後恐ろしい数の CM がね表示される可能性っていうのもあるかもしれませんが現時点では広告が気になって 動画に集中できないってことはまずないんじゃないかなと思います。ちなみに表示された cm は6回とも ff シリーズの新作のものでした。他に cm がないから広告が出ないんですかね？広告付きプランが出た当時に契約した際には複数社のね広告が表示されたんですが、撤退したんでしょうか？世界的にはこのね広告収入がかなり良い感じだから、広告付きプランの大幅改善に繋がったみたいなねことが言われていたんですけれど、日本の企業的には netflix への広告投稿は微妙なんですかね？そしてその他の部分ですが、ガスは当然フル hd 視聴ができました。 そして PC、iPad のニア化同時視聴も問題なくできましたただ記載はされていませんがやはり広告付きプランに関しては倍速利用はね、前回の契約した時同様に利用することができませんでしたこの辺はね、広告付きプランの説明に正式にね記載されるべきだと思うんですけど倍速に関してそこまで需要ないんですかねよかったら皆さんのご意見も聞かせてください個人的には倍速が利用できないのはかなりマイナス部分なんですがルルカの主張している PC 版の Chrome ブラウザなら拡張機能で倍速視聴することができました最近はルルカ1.3倍速で楽しませ てもらっています。この辺のね倍速機能を追加する方に関しては需要があればね紹介しようかなと思っています。そしてダウンロードができないのも確認しました。ただ一部視聴できないタイトルを見ながら確認することはできませんでした。まあ、この辺に関してはねネット検索すると出てくるようなので、Netflix でね気になるタイトルがある方に関しては先にねそちらの方が広告付きプランでも見ることができるか確認した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、基本的にはね Netflix が作っているタイトルに関しては問題なく見ることができると思います。そんなわけですでにルルカが40時間、シラさんが20時間くらい n e t f l 広告付きスタンダードプランを使った感想としては本当に少しでも CM が入って視聴が邪魔されるのが嫌いいネット環境の問題でダウンロード機能が使えないと困るフル HD でもむしろ足りない絶対 4K 再生にこだわってる人などでなければ一度広告付きのねスタンダードプランを試してみるのはありだと思います料金がね700円下がるのでこの差額でアマプラだったりとかディズニープラスなど、まあ、その他の、ね、サブスクに入るのもありだと思います特にアマプラはかなり幅広い作品があるのでネットフリックスに関してはねあまり B 級作品ってものがないんですけどまあ かね。ビーク作品が好きなんで、その辺に関してね、アマプラのが多かったりとかするので、まあその辺も含めてね、アマプラに、ね、入るのもありなんじゃないかなと思います。さらに本格的にビーク映画やドラマをいろいろ見たい人に関しては少し高いんですけど、ユーネクストもかなりおすすめです。月額料金はアマプラが月額五0円、年間だと4900円、ディズニープラスは月額990円。ユーネクストはね、少し高くて2189円になっています。まあ、ただしね、ユーネクストに関しては千二百円分の課金ポイントがついてくるので、最新のね。映画などに関して課金してみることも可能になっています。ちょっ お得情報としては、アマプラに関しては、月額無料などの定期的なキャンペーン。プラス、現在は7月11日から開催される、アマゾンプライムでこちらの関係で、いろんなコンテンツがね、複数ヶ月無料で利用することができるようなキャンペーンもやっています。ディズニープラスに関しても、ポイントサイトを経由することによって、結構なポイントバックがあったりとかして、実質的にはね、複数ヶ月無料みたいな感じで利用することもできます。ユーネクストに関しても、初月無料というのは基本的にやっていて、プラスアルフはね、ポイントサイト経由することによって、もう1ヶ月分ぐらい無料で利用することができたりと するのでそういうキャンペーンをね利用して契約するとさらにねお得に利用することができます概要欄のところにはねアマプラのリンクの方も貼っておきますもちろん広告付きプランじゃ嫌だってなれば再度広告なしのプランに変更も可能になっています今回はルルカが実際に使ってみた感想ですが他の方の環境では違う結果になってるかもしれません新しくなった広告付きプラン試された方がいればぜひコメントで感想などをお聞かせくださいまたルルカは吹き替え版のドラマ映画しか見ませんがネットフリックスやアマプラなどで面白い作品があれば教えてもらえると嬉しいです んでよろしければチャンネル登録高評価コメントのお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございましたネットフリックスで次は何見よっかな